ポップライン、ポップラインドッキリ企画で突如沖縄本島を100キロ縦断走破することになった竹本。24時間以内に那覇空港にたどり着けなければ自腹で東京に帰ることに。順調だったはずが道を間違え、さらに暗闇の中迷う竹本は間に合うのか。やっと会えましたね。よかったー。しゃあ、めっちゃ変なとこ通った。ミスった道、マジでミスって、もう怖い怖い山道走ってました今。48キロっすよ、ほぼ人生最長距離ですよ今。やべえ、山の中やばかったっす。やばかったっす。ちょっと映像見てください、マジ怖えわマジで道間違っちゃったんでね。まあもしかしたらね、合計して結構100キロより行っちゃうかもしれない。だるいっす。どうすかこれ、はい、みんな望んでんのかな、俺が100以上走ることを。アンケート取ってみます道間違えたんですけど、切りよく100でいいですかダメですかって。ああ面白いですね。ただ土深夜なんで票集まるかどうか分かんないですけど、まあでもあれですね、あの12時間とかにしたら右のふくらはぎがだいぶやばいんですか。そうなんですよ、そこだけ痛いんですよ。しかもふくらはぎなんて普段別になんか張ることあんまないんですけど。いきます。いきますよ。じゃあまた9キロ先くらいで合流しましょう。眠り姫は、眠り姫はブースカですね。じゃあまた後で、ね、行ってきます。はい、そしたら、はい。はい、痛い。ふらぎが痛い。始まってね、5キロくらいで、もうね、今回のこの100キロの縦断で一番刺さるであろう言葉をいただいたんですけど、沖縄のね、あの現地のおばあに。頑張るしかないよって言われて、間違いないなと思いましたね。その言葉のトーンも含めてめちゃめちゃ刺さりましたね。頑張ってとかじゃなくて、頑張るしかないよっていうのがね、やっぱり刺さりますね。そうなんだよ、頑張るしかないんだよね。もう始めちゃったらもうやるしかないからさ、頑張るしかないんですよ。その言葉が多分ね、今回この沖縄縦断100キロ一番刺さった言葉になりそうです。さあ50キロ突破です。よっしゃ、人生最大距離突破しました。いや、嬉しいの反面、あと倍かって考えるとマジやばいね。あと倍なんやな、クソマジ倍てえって思うね。うっそら走ってる人たちマジもうあたおかでしょ、やばいよ100キロって本当に。さあ 54.32 地点、ただいま1時52分。見てください。僕が持ってるライトをかざすと、もう暗闇です。ランナーさんに全然合わなかったな。一人だけっすね。ランナーさんすれ違ったの。都内は恵まれてるよな。こんな真っ暗闇なことはないもんな。57キロ。うっす。竹本さん、おはようございます。だるいっすけど。
寝てめっちゃ元気になってるよ。元気になりました？元気になりました。眠れましたか少しは、うん、寝たし、うん、歯磨いて、うん、最高にスッキリです。あ、羨ましいですわ。ちなみに今僕、はい、57キロくらいです。どうですか宮子さん。あ、間に合いそうですかね。いや全然間に合うと思うんですけど、結構思ったより落ちましたね。いや落ちた落ちた、もうガクッと落ちてます、うん、今多分キロ7分、7分半くらいになってるかな。うん、あーでも全然何分、うん、7分半だったらもうちょこちょこ走ってる、めっちゃ、うん、ちょこ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 、うん、いや気持ちが残ってるんで全然いけます。大丈夫です。ウルトラメンタルらしいんで頑張ります、うん、頑張ります。じゃあ行くか。行くわ。じゃあとりあえず6時くらいまでにね、7、8時行ってればいいんだもんね。よっしゃー、60キロ通過しました。60通過。いやさあさあ、あいや、はっ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 、ただいま土深夜でございます。いやさあさあ、やべ、これっすね。これがウルトラだね。なかなかきついねこの道。きつい。結構アップダウンありましたね。うん。次はどこで合流するんですか。6キロ7キロ先ぐらい一旦。はい。マジしんどい今。結構足重い。みやこちゃんが言ってたけど、まあ日が照ってきたらかなり体調的にもなぜか良くなるらしいから。良くなるんだ。そうそうそう。日が照ってくるというか、やっぱ太陽の光が来ると、はい、だいぶ気分は変わってくる。なるほどね。まあ、沖縄感出るしね。今全然沖縄じゃねえし。見てくださいこのただの暗闇。闇です。闇落ちそうだよ。じゃあ行ってきます。行きます。さあ70キロ通過。やばい、マジ体バキバキすぎる。やばいわ。雨降ってくれ、頼む。恵みの雨求む。71.26 地点、朝5時42分。さあ、日が明けてきました。今、海沿いを歩いております。体がもうやばいっすね。ちょっと言うこと聞かなくなってきてるわ。ただ癒されるわ、やっぱこの、ね、景色。海に飛び込みたいくらいですよ。疲れ飛びそうだもんな、ちょっと。足やばい。やばい、出力も出なくなってきてる。どうすればいいですかウルトラさん。太陽が出ましたよ。こういう時どうすればいいですかウルトラさん。もう足出し切った感じなんですけど。ぜひもちょっと緩めるとか、一旦脱いで足裏マッサージするとかだけでも。なるほど。これがウルトラですか皆さん。すごいなみんな、ほんとこれやんの。ありがとうございます。あーやばい。いやすごいですよ。普通はみんなウルトラマラソンのために練習していくんですから。50キロ走とか、ね、確かに急にやるのもおかしいんですよね。急にやるのもおかしいんです。急にやるのもおかしい。急にやるのもおかしい。マッサージしましょう。ここに足かけれます。これストレッチしながら、ストレッチしながらかけて。うわー、パンパンです。パンパンだよね。パンパンって。
声がパンパンです。親指のとこ超痛いもん。そっちはね、シンスプ系はいいんだけど、この裏ほんと太いふくらはぎ、ここやばい。これそれだけで超痛い。皆さんもね、あのフルマラソンしか出てない人はぜひね、ウルトラ出てみて僕の気持ちをね、味わっていただいて。嘘だろ竹本って思う人、あーはー、嘘だろと思う人はね、ぜひウルトラ出てもらって、なこちゃんのチャンネル登録してコメントしてコツを教えてもらえればね。足がバギバギです。やべえスウルトラ、あなたの凄さが分かりました。はい、ありがとうございます。楽しいでしょ。楽しくはないです。今のところ後悔します。マジで。まあ今多分めっちゃきついと思います、はい、なんでちょっとここから一緒に走ります。おーし、きついところ、おっしゃ、イエーイ。じゃあお願いします。お願いします。じゃあ行きます。行きましょう。スタート、えい、よう超え、よし。みやこちゃんでこうなった時どうすんの？走り方をちょっと変える。同じ走り方だと疲れちゃう。うん、ちょっと上に跳ねるような走り方したりとか。あ、そんな感じ変えるんだ。変えますよ。結構変えるね、それ。そうなんですよ。どうにかしてでも前に進むんだね。まあ、でおばあも言ってたからな、頑張るしかないよって。そうなんだよな、誰も終わらしてくんないからね、自分で進まなきゃ。俺だからもうさ、今回ウルトラ多分完走できたら多分達成感すごいけどさ、多分もう達成感で終わんなよ。あー俺100キロ走ってんの自分すげーみたいな。なんですぐポチッとしちゃうのみんな。それはゴールした瞬間みんなその竹本さんがさっき言った状態なんですよ。うもうやんない、うもう走んない、うちょっと1ヶ月、うん、いやなんかやっぱちょっとあの達成感ない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 、もう一回味わったもんだって、その達成感。いやでも、いや今回きつかったなみたいな、やっぱ練習不足だな、練習したらどうなんのかなみたいな。普通は、うん、だいたい朝5時とか6時にスタートして、うん、で、まあ夜ゴールとかが多いんで、うんうん、夜を越す、うん、ってことないんで。あ、なるほどね。なんか新鮮なんだ。じゃあみやこちゃんからしてこの夜こそ100キロ、50キロを夜中で迎えるなんて、なんか初めて。海が怖かったわ、黒すぎて。確かに。ちょっと回復しましたね、やっぱみやこ氏のおかげで。素晴らしい。ウルトラパワーいただきましたよ。はい、そうです。ね、確かにちょっとの休憩で。今終わったら何食べたいですか？今ピザっす。ピザ？ピザ何ピザがいいんですか？マルゲリータ。圧倒的。宮古市のさっきのマッサージで、大人のマッサージで全然あの右足の測定違います。軽いっす。聞いたかい。消えました、ありがとうございました。ちょっとね、YouTube では流せないんですけど、後で別途設定します。今回思ったけどさ、24時間テレビ走ってる人たちも結構すごいね、意外とって思った。普通にあれは特にやっぱフィナーレを合わせる必要があると思って、うん、ねえ、24時間まるまる走らないといけないじゃん。これはきついと、うん、長時間だもんね。やっぱ時間長いとしんどいよな。休憩多いからいいってわけでもなさそうだもんな。登るやん。ちょっと登るやん。もうこういう登りでもね、皆さん嫌なんですよ、もう。あのね、フルしか走ったことない人わかんないと思うけど、もうウルトラランナーなんで僕は。ねえ、フル以上走ったらウルトラでしょ。なので、一見ね、平坦に見えるけど、ちょっと上がってるんですよ。これでも嫌です。とうとう読谷まで来ました。イエーイ。だいぶ。だいぶだね。いやー、あっちマジ日差し強いよね、やっぱいい天気。晴れんちゅです。晴れんちゅです。二人揃ったらもうダメだな、やっぱ。いや、そうなんですよ。空港って文字が、空港って文字が見えるよ。近づいてる証拠だね、これは。80キロ到達しました。イエーイ。おっしゃ。
暑い暑いよマジでナイスランあらっやっぱみやこちゃんがねサポートしてくれたら不思議と走れますねマジで。ああ1個前の区間結構走れなかったんですけど、よくライブ配信とかでね見る名前だと思いますけどね、実は後ろにね沖縄在住のタミさんっていううちの視聴者が応援に来てくれてます。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね顔出しは NG なんで、でも後ろにいます。初期 T 着て後ろで、いや合ってる合ってるしかもモーモーしてるけど、なんかゲル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 合ってます合ってます。これを冷やしたいところにつけて、合ってるのこれ怖っ合ってるな。おいおいおい、ゲル多めやばい、冷やしてこないと気持ちいい。でも冷たい。竹本さん、はい、ウルトラマラソンは経験値ですよ。経験値、はい。竹本さんはまあ、ゼロなわけなんですよ、今、うん、そうだね、何も経験してないんですけど、うん、これで、まあ、走り切れば、うん、経験値がこう溜まると、はい、溜まった経験値は消えないんで、はい、ウルトラマラソンが次また絶対楽しくなるんで。次はありません100kg 行ったら次の 100kg はもっと楽しく楽になるの。楽になってます。でもそれさ、フルでも同じようなこと言われたことあって、はい、6回出てるんですけど6回常にきついっす、はい、なんで信用しませんということで行ってきます。それでは行ってらっしゃい。ほなほなな。いいですね、ウルトラマラソンを走ってるって感じ。学生時代沖縄来た時ジェットスキーではしゃぎすぎてあそこの病院で唇塗ったことあります。どうせ入っていいですか。沖縄でマジで、いやめちゃめちゃ疲れてるでしょ。疲れてるだからっすだからっすだから入る。えマジで言ってんの。ちょっと海入るとか言ってんけど、こっち海、あもう綺麗ですけどマジ暑いからじゃあ5キロぐらいから、あおー最高、気持ちよさそうやね。リフレッシュされたりすんのこれで。やったことないですね、ウルトラマラソンの途中に海に入るなんて。これわかんない、まあ、でもアイシングにはなるかもしれない。もう全然楽しみがない。もう沖縄楽しんでない、楽しんでない。沖縄ちゃんとシャワー浴びねえ。よっしゃよっしゃ、ありがとうございました。すみません。怖っ。正体誰なんですか。なんか久々に登場しました、ね、忘れてたでしょ2人とも、ね、そのキャラ設定忘れてない。今85キロっすよ。も誰も正体は知らんから。10キロくらいに登場してから見てないですけど今から何食べに行くんですか。パンいた、今からパンですよ。みやこじゃん。じゃあ行ってきます。行ってきます。85キロ地点通過しました。3基地ですね。すげえ広大な面積、そして日がカンカン照りになってきて、マジで暑い。
一口食べちゃってるじゃないですか。そうなんですよ、もう我慢しきれず食べちゃいました。ちょっと味教えてくださいよ。メロンパンマジで美味しいです。やばいですよ、サクサク、うまっ。え、なんかふわふわしてる感じですか。うん、周りめっちゃザクザクで、うん、なんか全部蜂蜜が入ってるらしくて、美味しい。それはベーグルに乗るやつですか。そうです。何味。オニオンベーコン。感想だけ聞かせてもらったら、あとはもうがっつきましょう。ムチムチ。うまい。うまっ。ベーグルやばい。バターが美味しいの。いや、こっちも美味しいんですけど、ベーグルがめっちゃ美味しい。やっぱ自販機であるだけある。90キロ通過。おっしゃ、90キロ来た。とにかくあっち、体やばいっすわ。足がもう動かん。足はもうね、どうやったって厳しいよね。きついんで、ベーグルに塗ってたクリームチーズ一応舐めるわ。チーズ、チーズでしょ。はい、俺チーズ結構好きです。うまいじゃない、美味しいけどでしょ。めっちゃ美味しかった。めちゃめちゃうまいんだけど、めっちゃね、ベーグルがよくて、それつけたら最高に美味しくて、めちゃめちゃ味はね、好きな味なんですけど、今じゃないです、マジで。行きますよ、ここまで行ける。はい、頑張るわ。よっしゃ。11時34分、宜野湾市、宜野湾市に突入。95.94 キロ、12時23分、ここに来て雨が降ってきた。恵みの雨や。よしよし、全然違う、日が出てんのとは。この雨ありがてえ。橋本さん、はい、なんと、はい、猫仮面さんから、はい、また登場してくださいましたね、はい、超ビッグなプレゼントがあります。ありがとうございます。まあ、はい、もうそろそろプレゼントないとやってらんないよ、こっちもマジで。ただこのプレゼント2択です。2択、はい、右手と左手どっちをチョイスする。右手。右手。はい、頑張る竹本さんにプレゼント、栄養ドリンク、ハブアタック、ハブアタック差し上げます。もうもうおめでとうございます。ありがとうございます。今すか。今じゃない気する。いやでもこの後ちょっと坂があるんで。ああ、ちなみに左は何だったんですか。それはダメなんですか。もう左もじゃあ見せましょうか。はい、ハブアタック V です。いや俺どうさせたいの、ミャコちゃん。もうミャコちゃんって言っちゃうけどね。ハブアタックか、ハブアタック V ですか。ちなみにどっちが強力なの。こっちです。こっち、はい、で一応当たり、当たり、当たり、おどっすの、もう分かんないか、ありがとうございます。じゃあ行っちゃいしょー、はい、飲んで、飲んで、飲みます。途中で飲みます。喉乾くんで、めちゃめちゃ。行ってらっしゃい。終わるぞ、ウルトラランナー。来ましたね、来たね。いやでもすごいですよ、マジで元気ですもん。本当ね、声が元気。あ、そう、ま、やばいと喋れないですもん。なるほどね。足は元気じゃないと思うんですけど、ああ足は元気だ、まあ、それは当たり前なんで。確かに。まあ、ウルトラメンタルですからね。そう、メンタルで前進むしかねえわ。ウルトラメンタルですからね。ウルトラメンタルですからね。ウルトラメンタルですからね。でも結構ゴールが近づいてきたら気持ち明るくなりますね。明るくなる。終わった後絶対走ってよかったって思いますよ。それ期待してるわ。じゃあ、はい、今まで全員をさ、はい、騙してきて、そのせい作戦成功してるんだもんね。
そう、みんな楽しいウルトラって走らせて、うん、結果走ったら楽しいってなってくる。そう、あ、まあきついはもちろんあるけど、まあ、まあもちろんね、それはね、きついはあるけど、でまた再エントリーするんでしょ。そう、みんな、そう、私の動画を見て走ろうかなと思って走った人はみんなやっぱ楽しいってなってる。ウルトラ大会主催の人にちゃんとウルトラランナーみやこ持って呼んだ方がいいんじゃない、いろんなみんなエントリーしてくれるよ。すごいよね、ウルトラ見て楽しいと思わせるとすごくない。実際よ、嬉しいな。みやこちゃんにあんまそういうこと言わないんですけど、はい、ちょっとね、みやこちゃんの凄さを痛感したというか、すごいなと思ってましたね。嬉しい、やばー、超嬉しい。ウルトラランナーみやこちょっといじってたけど、はい、何前につけとんねんと思ったけど、やっぱすげえわ、100キロ走る人。イエイ、だってしかもあの動画の感じで。嬉しい、すごすぎるわ。やってみないと本当のきつさ分かんないね。あ、そうでしょ、本当マジで100分は一見にしかず。本当そう、なんとなく想像はしてたんだけどさ、やっぱみやこちゃんの感じもあるし、みやこちゃんできんだったら、うん、きついんだろうけど、うん、まあまあいけんじゃねえと思ったけど、やっぱ本当想像以上にきつい。まあそれをましては9時間で走るわけでしょ。はい、えげつねえよ。まあでも私も本当に好きじゃなきゃできないですよ。そうだね、はい、それあるよね。だから竹本さんここまでできてるってことは、うん、好きなんですよ、やっぱ走るのが。本当に。本当ですか、騙されてない、今なんか宮古郷に宮古郷に入れようとしてない。宮古郷へようこそ。宮古郷は美味しくパン食べて走るクラブです。太っちゃう俺、すぐ太っちゃうよ。私の竹本さんの尊敬するところはすぐに痩せれるところ。マジ尊敬というか羨ましい。なんで努力。あ、うわ、体重落とすのマジ努力。みやこさん、ロンボです。何ですか。100キロ達成した。やったやったやったぜ。すごい、できるぜ人間。すごいよ、おめでとう。やったナイスだ。できるもんだね。元気、すごい。やったぜ。竹本さんやりましたね。でもこの企画、はい、100キロで終了のはずなんですけどね。はい、本当はね。あと8キロくらいなんですよ。はい。なので頑張りたいと思います。お疲れ様です。竹本さん、はい、すごいですよ。ここまで来ましたよ。そうですね。90点、90.53。すごい。はい。来た。あと10キロ。10キロって言いたいとこなんですけど、はい、竹本さん実はですね、はい、あのルートを間違えまして、はい、合計約108キロなんですよ、あの那覇空港までね。だからプラス8キロになっちゃったってことですね。もともと100キロだった。でもちょっとそれはね、あまりにもかなと思ってツイッターで、まあ、視聴者の方々に、お伺いを立てたんですよ、はい、おまけというか100キロで一旦ゴールということで、ね、終了でいいですか、それとも、いや、ふざけんなと、那覇空港まで走れっていうね、2択やったんですけど、結果、72対 28% で、許さないということでね。クソどもが、クソどもめが、マジで、クソども。なんで、108キロ。ノリで何でもやればいいってもんじゃねえからな。こっからの8キロ、マジで地獄だからな。もう行きます。もう時間も迫ってきてるですもんね、何気。はい、そうですね。行きましょう。乗り遅れますよ。はい、行きます。はい、もう帰りたいし、本当に。もう東京帰りたい。すごい。はい。もうメンタル鍛えられるね。はい。はい。何も言えないや。さすがにプラス8はかわいそう。なんか言って。せめてなんか言ってくれ。誤差だと思いましょう。誤差にしては。私も誤差と思えない。思えないよね、8キロ、はい、8キロの誤差じゃない。皆さん、え、とうとう100
100キロになりましたよ。体重そう見える見える3桁になりましたよ、とうとう。すごい時計、初めてここに3桁が映し出されてます。すごいよ、本当に。もう顔つき違うんじゃないですか、皆さん。ウルトラ竹本が誕生しましたあとはね、空港まで行けということなので、まあ男なんで空港まで行きますよ、もちろんね。まあ、間違えても僕なんでクソどもがサクッと終わらせたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ラスト頑張ります。さあ101.19、14時10分さあラストの区間ですね。およそ 6.5 キロ。最後すげえこれ下り坂。今那覇空港へと向かっております。100キロなんてね、走る前はもう絶対無理だと思ったけど、飛行場が見えてきた。終わるぞ沖縄縦断。おっしゃー、マジきつかったぜ。改めてね、ウルトラやってる人をね、また丘だと思ってるとか言ってましたけど、本当に逆にこんなきついと思わなかったから、すげえ尊敬し直しました。まあ、みやこちゃんにも言ったけど、マジでえぐい。すごいわ、みんなウルトラやってる人、本当にお見それしました。そして急遽始まったね、沖縄縦断も、もう間もなく終わりますね。マジで本当初めて人生でこんな走ったな。空港だと思ったらね、ちょっと違うやつだった。もうちょっと奥っぽい。くそ、今回の沖縄縦断本当いろいろあったな。ミスもね、したし、ルートの犬にも襲われましたね、そういえばね。そしてちびっこヤンキーたちにも襲われ、スタート前にはカラスにね襲われ、あれか、上が緑の建物だな、あれで間違いないっしょ。もう緑の建物を間違えましたね。全然違えじゃん空港、どれ空港なんだよマジで。音鳴る方へ行こう。あれだろう、さすがに、さすがにあれはなんか来た時見た気がする。空港だろう、あれ長かった、マジ長かったな。マジバキバキや、全身。まあ特に下半身だね、上半身というよりも下半身が至る所バキバキ。35、6キロから壁は来続けてたな、最後まで。すげえ競技、感慨深いね。終わりますね、やっと。マジ嬉しすぎるわ。さあ行きましょう。竹本さん、宮越終わりますね。はい、いよいよですよ。あなたの凄さが身に染みて108キロでしたよ。すごいですよ竹本さん、やっと終わるわ。マジ終わる、ありがとう宮越ちゃん。ありがとうございます。無事竹本勝樹、ウルトラ竹本になりました。憧れてたやつ、イエーイ。皆さんありがとうございます。意外と走りましたおめでとうございます。ありがとう。竹本さん、時間は大丈夫ですか？いや、ギリなんで、もう飛行機早く行かないと早く行きましょう、マジで アンケートした時、大体できないにしてたんですよ、みんなできたぞ
一応なんとか間に合いましたね。間に合いました、はいはい、ありがとうございます。もうみやこちゃんのおかげです本当に。いやいやいや、みやこちゃんのおかげというか、みやこちゃんの凄さを本当改めて1日でちょっと感じた日になりましたね。ただの小娘だと思ってたんですけどマジやべえですこの人。ありがとうございます、はい、いやでも100キロって言ってたのに、あの追加で8キロぐらい走ったら、はい、マジですごいです。結局 107.99 でしたね。あー、走行距離、はい、これで納得してくれるんじゃないですか、はい、これで納得してくださいよマジで。ちゃんと走ってよ間違えた分。ちなみに竹本さん結構時間やばめなんで、はい、あの巻きでいきましょうか、はい、エンディングせっかく余裕残ってるんですけどね、はい、でまあ成功したんで、うん、ちょっと報酬をね発表しようと思うんですよ。何みやこちゃん、はい、知らないっす。え、みやこちゃんからじゃないの。発表します。お願いします。竹本さん、はい、飛行機のチケットは明日です。やったー、 どういうことですか。今日一日あの沖縄を楽しんでいただけるという権利を得ました。あなたキャンセルとか変更したってことじゃなくて、もともとそんなんチケットだるくないそれ。じゃあ別に全く急がなくてもっとガンガン歩いていいじゃん。しだし、し、うん、ウルトラの前も観光楽しめないし気分的に、うんうんうんはい、あとはバキバキで楽しめないんですよ、うん、結局。でもあなたの胸に勲章が宿ったじゃないですか。うぅぅぅぅある。視聴者の方々は納得してくれたと思いますよ。本当に、はい、僕も素晴らしいと思いました。だったらいいですけど、はい、すごい良かったでしょ。佐久間さん走ってちょっとだけね。あ、俺できんだと思った自信になりました。でしょ、はい、もう素晴らしい。なんでフルマラソンも頑張ろうと思います。これできたからね俺もね。最後ならまだまだどこか頼りないけど、この次はまたどこかで昨日涙こらえて笑った君が切なくて、さよならまだまだ君と話したりないけど、明日がほらほらやってくる。みやこさん、はい、沖縄お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当お疲れ様でした。ありがとうございました。サポート、いやいや、感動的なものを見せてもらいました。あ、いやいやいや、もうみやこさんのおかげでございます。最後にですね、みやこさんからもらった、私じゃないですね、たぶん猫仮面さんから、猫仮面さんからなんかハブアタックみたいなのもらったんで、はい、私これでちょっと乾杯しましょう。はい、はい、お疲れ様でした。